備蓄食料として私が蓄えていた、こちらの食品たちの賞味期限がもうそろそろやばいということで、今日はね、野外で災害が起きたことを想定して、かつ美味しいご飯をこの賞味期限やばやば飯たちを使って料理をしていきたいと思います。クッキングスタート。はい、それでは料理をスタートしていくわけなんですけども、いろいろね、あのサバイバルキャンプには缶詰とかカップ麺、なんだっけ、乾麺麺とかいろいろあったんだけど、私は今回こちらのね、シャキッとコーン、普通のコーンの缶と、これ卵スープを使って炊き込みご飯を作っていきたいと思います。これね、無洗米を持っているので使っていきたいと思うんですけども、そうだな、とりあえず私は美味しくご飯を炊きたいので、スピードとか節約とかじゃなくて、もうめちゃ美味しいご飯を炊いていきたいので、とりあえず米を水に浸します。大事、この工程忘れるとね、米がね、あれ硬くなっちゃうから。だけで災害時も慌てず、私はゆっくりとご飯を作っていくよ。お水を入れます。これお米1合入ってるんですけど、1合の印などこちらのクッカーにはございませんので、まあ目分量ですね、第一関節こすぐらいで入れていきます。このクッカーはトランギアさんの、私がいつもお昼ご飯に使っている素敵なクッカーです。なので中がちょっと焦がした跡がありますが気にしない。で、無洗米は普通のお米よりちょっと水を多く入れなきゃいけないそうなんですけども、今回ねコーンの汁がちょっとあるので、まあ普通ぐらいの量でお水はねいいでしょう。というわけでお水入れましたので30分間放置します。おやすみなさーい。はい、というわけで30分浸したお米がこちらです。料理番組みたい。はい、というわけでね、シャキッとコーン、シャキッとコーンじゃない、コーンと卵スープを入れてきます。まず先にコーン入れよう。よいしょ。じゃん。最近のね、カンカンは便利だね、缶切りとかいらないのね。コーンは昔から大丈夫だったかもだけど。はい、じゃあこいつを、汁もね甘くて美味しいので使います。のどっと入れてきます。ババババ。米1合に対して1缶使っちゃいます。災害時はね、保存とかできないから。あ、よくあるやつ。OK、入れました。お次、ちょっと混ぜていいかな、指で失礼します。よし、ふい。次、卵スープ入れるよ。これはね、フリーズドライになってる普通の卵スープです。1合に対して2個入れます。よいしょ。お湯で戻るやつだね。これを1個。あ、変なとこから破っちゃった。2個入れます。ちょっと浸しとこう。 OK、 よし。じゃあ危ないものは燃え移らないところに避難させて、これは蓋をして、じゃじゃん。今回初登場する、ガス、アルコールの着火剤なんていうんだっけ、これテロップが出ます。はい、を使ってきます。今回ね、ひたき台には、これもね、ちょっとメーカーさん自信ないこの素敵な三角形を使って、はじめちょろちょろの中パッパと言いますが、
ちょろちょろとかパッパとか途中で火の加減調整できないので、私は、常に中火でいきたいと思いますので、中火の設定でやっていこうと思います。火が怖いので先に蓋つけときます。着火！じゃん。来た？来てない？来てる。あったかい。ついてるかな？あ、ついてますね。ん？うん、大丈夫。はい。というわけで、中火にパラパラになっていくのかな？あったかい、大丈夫。これを置いて、しばらく待ちます。美味しいご飯には辛抱が大事。強火だとすぐ食べれるけど、私はゆっくり作ってきます。はい。ちょっと、こっちからの煙がやばいけど、これもちょっと煙が出てきたので、もう揚げて、10分間ぐらい蒸らそうと思います。水気はないからね、多分いけます。こっちに下ろそう。よいしょ。しばらく待ちます。蒸らしが終わりました。じゃあね、早速、開けてみたいと思いますよ。赤子の相手も蓋通るなということで、べちゃべちゃなのか、焦げ焦げなのか、はたまた美味しいのか、わかりませんが。いきます。ババーン。じゃん。おー！いい感じ！いい感じ！焦げもない！素晴らしい！じゃじゃじゃーん！完成！これは、何と名付けよう。コーン、卵、中華、炊き込みご飯できました。これをね、混ぜ混ぜして完成としようかな。今完成って言ったね、私。残念、まだ完成じゃねえよ。よし、混ぜます。いいね、焦げてない。中火でね、コトコトやったのが良かった。端っこも下も焦げてないです。水気もない。ちょっとね、一番下が茶色いっちゃ茶色いけど、これは焦げではなく、お焦げという敬語をつけた形の美味しいやつだから大丈夫。混ぜ終わりました。早速食べます。いただきます。めっちゃ膨らんだね、これ1号だよ。もりもり。この辺を、お、いいね、卵も入った。おいしい。コーンの甘みと卵スープの卵の甘みと、またね、中華のね、美味しさが出てます。合う合う、全然合う、米に合う。めっちゃ美味しいよ。このなんかフリーズドライだった時気づかなかった。椎茸めっちゃいい仕事してるし。ちょっと体操が和なら、これは中華の炊き込みご飯です。めっちゃ美味しい。全然晩ご飯に作るのもありだと思います。美味しいご飯が炊けました。みじくんの食料で。だけどね、こんな美味しいご飯を作ることができるので、よかったらね、皆さんも家にあるみじく食料を、賞味期限大丈夫かなということで見ていただいて、やばそうなものからどんどん使っていって、でまだね、備えてない方は備え大事なので、缶詰なら2年ぐらい持ったりするのでね、備えて、で時々作って、ぜひぜひ大会に備えてください。ではまた、バイバーイ。